夜分遅くに失礼いたします。君吉と申しますが、ご主人でいらっしゃいますか？はい。いえいえ、その節は本当にありがとうございます。ええ、それでですね、こんな時間に大変恐縮なのですが、うちのおじいちゃんがお邪魔してないかと思いまして。ですよね。はい。こんな時間に申し訳ありませんでした。それでは失礼いたします。ごめんください。どうだい？ダメ？参ったな。どんなに熱中しても電話くらいはしてくれる人なんだけれどな。囲碁の人の家は全部電話したんでしょ？
い、君吉です。園崎です。どうです、村長さんは見つかりましたか？ああ、ミオンちゃんか。片っ端から電話をかけてみたけど、ダメだよ。見つからないんだ。参ったな。どこで油を売ってるのかな。こっちでも心当たりにいろいろと問い合わせましたけど、全然。ばっちゃんにも相談したんですが、青年団を招集して探し回った方がいいだろうということです。こんな時間にかい。それに別に行方不明になったと決まったわけでもないし。綿流しの直後ですから、少し慎重に扱った方がいいとのことです。それでも見つからないなら、明朝警察に通報しましょう。見つかる見つからないは別にして、痛くない腹を探られない方がいいでしょうから。お涼さんがそう言ったのかい。はい、直接声を聞かないと信用できないなら電話先に出させますよ。いえ、わかりました。青年団を集めて探しましょう。それで見つからなければ翌朝に警察に通報します。青年団の連絡もよろしくお願いしますね。私もバッチャの代行ということでそちらに参ります。ありがとう。すぐにみんなを集めます。ええ、では。